はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。トロピコ5、続きをやっていきたいと思います。まあ、続きというか前回はね、あの選挙に負けてゲームオーバーになっちゃったんですけれども、とりあえず選挙まで残り1年のところまで、進めました。で、今の状況は、港をね1つ増やしています。やっぱりね、輸出をしないとお金がかなり厳しいんで。あとこれが陸軍基地ですね。陸軍基地は2つ作りましょうというミッションがあって、でこれはなんだっけ、デモだ。そう、デモが起こったんですよ軍を派遣するか買収するか交渉するかか、まあ、金で解決とかっていう話になるのかな。で、大使館も一つ作ってます。枢軸国がねちょっと海にいるみたいなん で今枢軸国はね有効度が31、冷淡とちょっ と、厳しいんで、連合国はねかなり高いんですけど、なのでこの大使館ができたら枢軸国の人を置きましょう。とりあえずそんなところかな。じゃあ続きをやっていきます。まずこのデモをどうしようか。軍隊派遣する？よしお、言ってる言ってる言ってる。鎮圧しよう、もうこいつらは。どうだ？これさ、何？すげえ無理やりやったけど大丈夫？本当に。あ、そうそうそう。で、あとね、憲法的なものですね。これを宗教と国家、政教分離国家にしました。自由に関する幸福度が上昇するんで、わりかしね、支持率が上がりやすい気がします。まあ、あとはちょっと建設待ちとお金待ちかな。一応 52%、まあ、勝ってるといえば勝ってる。 53% になったね。世界各地で戦争が起きています。兵舎3つ所有。兵舎もね結構高いからね、まずは陸軍基地をもう一個作って、ここそういえば管理者置こう。将軍を置きましょう。で、あ、そっか、ここら辺か。砦もねちょっと近代兵器にしよう。お金をかけていこう、近代兵器と。で、一応港が、あ、道路がつながってない。道路が、運送業者への道路が、だからここをつなげればいいのか。あれ、ちょっと待って、どうなった今こことここをつなげればいいわけでしょ。 OK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 。 で、運送業者とつながったから輸出をちょっと一つ増やしましょう。今の輸出はねココアがいいんですよね。ココアが、ココアに3隻投入します。と、あと一応肉をね一つ輸出してますと。これでお金が貯まってくれればいいんだけど、ちょっと待って、ここを枢軸国を呼んで称賛しましょう。あれ称賛したなんかよくわかんないわ。アドリアナとか、あ、ハトバ2つね。これもなんか前回ここら辺に作ったよねで、インフラを整えないとハトバまでの道路がなくて、無機的にさ、なんかそうそうそう、こんな感じでやったけど、ここら辺作れなかったっけ。あ、ここと鳩場はね結構安いんで1000円かからず作れるんで、もうどんどん作っていっちゃいましょう。どんな感じになるの。先に道路つなげる。道路に沿ってやった方がやっぱいいよね。一回ここまでもう全部伸ばそう。で、あとはここもちょっとつなげておかないと、遠回りしないといけないからね。で、そこから鳩場を、まあ、うまい具合に こここういうのってさ、向きがすげえ難しいんだよね、鳩場とか。で、こっからこう伸ばすでしょ。で、あとこっからこう伸ばす。 OK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 。 本当はこことここもつなぎたいんだけどね、これはさすがに無理なんだよな。新しい素材を研究していた我々のチームが、これは鋼的なやつ。鋼とかって輸出できるのかな。結構高値で売れそうな気もするけど、ボーキサイトしかないか。ボーキサイトは取れないんだよね。で、もう一つね、陸軍基地を作りたいんだけど、陸軍基地1万円くらいするんで、金がないね、金が。今枢軸国ってどうなってんの。あ、中立になってるわ。よしよしよし、大丈夫だな。1万3000円か。作っちゃおう、作っちゃおう。もう作れるときに陸軍基地を作ろう。9300円。あー、しまった。ここに置きたかったけど、
道路がちょっと邪魔になってくかというか、でかい陸軍基地こっちだな。そうするとここに置きましょう。で、建設業者と運送業者がここに1個ずつあるんで、まあ、これも大丈夫でしょう。輸送ルートはね割と確保してあるはずなんで、いけんな。 52% ならいけるはずだ。おすすめ農園タバコ、そんなのが欲しいの。よしよしよし、連合国からお金が送られてきましたと。でさらに輸出もしました。今ただ収支のバランスが悪いな。選挙の結果が出ました。おわギリギリ。まずは私からお祝いを申し上げます。結構危なかったね。数軸国の戦艦がトロピコの領海を去りました。オッケー。これは大使館建てた甲斐があったな。あとやらなきゃいけないことは、まあ、陸軍基地がとりあえず完成するのを待つか。兵舎3つ。兵舎はねいくらすんだっけ。6000円すっかんね。6500円。いやこれ3つはきついよ。いやちょっと人がさどんどん来てるけどさ、アパートを建てるか。住む場所がないからね今。アパートを建てましょう。12世代住めるんでこれ。じゃあアパートここら辺に、1個建てますか。これはここ、もう1個建てられる。あ建てられんね。もう2つ建てちゃおう。これで24世帯いけるんでかなりの人が住めるね。陸軍基地が完成すれば OKOKOK。 管理者をどうする。あれ河野大実業家とかここら辺はあんまり意味なさそうだからな。また金が貯まるまで待つか。今弊社1個も建てられないからね。あ収支のバランスでもなんかすんげえ良くなった。汚職が結構あるね。ひでえな。汚職のやつらをちょっと潰したい気がするけど。ちょっと時が過ぎるのを待ちましょう。104ヶ月あるんでね侵略まで。新世界機構はイタリアの優秀なエンジニアによって。木材と板材か。今木材研究所みたいなのないからな。木材研究所っていうか伐採キャンプがないそもそも。伐採キャンプ作るか。まあ安いからねこれ自体は。で、あここいいね。ここに伐採キャンプ作ろう。もうここの区画はもうこっちが山に囲まれてるから、なんとなくこんな感じで置いとく。ここに置いとこう。板材研究所は板材研究所。4000円か。足りないな。またちょっとお金が入ってくるまで待つしかない。ココア農場、今そうココアを輸出してるんで、これどうすっかな。ココアでしょ、ここもココアでしょ。最新の科学的調査から以下のことが判明しました。我々の外交官が手をする回数を減らすか、大衆を改善することで外国の外交官たちが我々の意見に同意する確率が 45% 上昇するということです。また複数のグループを使った実験により、外国の外交官の 33% は我々が食事の席で月報をするのを好まないということも分かりました。そして驚くべきことに、なんと外国の外交官の 95% が我々が裸になってテーブルの上で国歌を歌うことに対して否定的であることが分かりました。いやはやはやはや、こんな結果を誰が予想したでしょうか。っていうかさ、 5% のさ外交官はさ裸になってテーブルの上で国歌を歌うことに別に否定的じゃないんだ。それもまたすげえよな。お、これがまた新しくできるね。ちょっと見ましょう。あコンパスがある。まずねこれをやりたいですね。島のね未踏領域が消滅するということで、もう派遣する必要がなくなるんで、で将軍将校か、これもちょっとやりたい。で社会主義、これに行こう。コンパスが発動すればここら辺がもう全部アンロックされるんで、てか金がないな。金が本当にやばくないか。
応経済難易度的なものはねまた最低に落としてあるんで。伐採キャンプってどうなの、ちょっと予算削く少し。それでも貧乏だからね。あ、お金増えた、よしよしよし。連合国から7200円、これがやっぱ重要だな。もう連合国からのさ支援に頼らざるを得ないからね。製材所作ろう。これもこっち側には道路をつなげる必要がないんでここに置いとこう。ここら辺になんか農園一つ作る、緑があるから。木材と板材の輸出だからね。こっちにはもう港は作れないからな。こっち側ももう行けないでしょ、だってこっちも山だからね。山に囲まれてんのか。あとは上まで地域を開発していかないといけないけど、まだ全然だからな。やばい、 49% に支持率が下がっている。何が足りない。ここら辺で見れるんだよね、なんか足りなそうなやつを。警察署とかないんだ。そういえばホームレス24、医療環境の不足による死者結構出てるな。失業者、いやちょっとそこら辺があれなんだな。いやでも今軍備をね整えないといけない時期だから、福祉とメディア的なやつか。診療所、診療所とか作った、診療所作るか。いくらだった、1700円か、安い。これは作っておこう。やっぱり町に病院がないっていうのはかなりまずいよね。ここ兵舎作りたいんだよな。診療所がさすげえ遠くにあるっていうのもなんかやだよね。ここら辺のアパートの人たちに受けてもらうか。クリニック、じゃあ診療所をここに置きましょう。もう一個こっちか。お金が、すげえ金がなくなるこのゲーム本当に。あと警察署もね作りたいけど、ここの真ん中とかさ一応さ道路とかなくても人は歩いてるから、なんか置けば人は住み着くかな。なんか道路に面してないといけないのかさ、道路に面してなくてもいいのかっていうのがねいまいちよくわかんないんだよね。あの向きがこっち側だよっていうのがあるやつはこの伐採キャンプとか、これは絶対道路に面してないといけないと思うんですけど、向きがないやつがあるじゃないですか、アパートとか。それがどうなってんのか。我々の組織の協力者はあらゆるところにいます。我が市であるレオン・ケーンよりイスラ・ロホに住むある者たちに関する情報が届けられました。適切な金額さえ与えればきっと我々に味方してくれるでしょう。妨害工作を行うことを約束しています。1万円とか金がないんだけど。一応タスクを開始すればお金が貯まった時に払えるっていうことでいいのかな。これでもきついか。まだちょっとあれだね、金とかマジで輸出したいけど、板材1800円で輸出できるのか。板材どうする、肉が1100円だからな。肉、いや肉をちょっと解除する。肉を解除して板材を輸出しよう。枢軸国との友好関係が60以上、ダメだダメだったじゃあまたここはでも輸出しとくか。もうどん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 輸出していこう。石炭とかもねこう余ってれば勝手に輸出していってくれるんで。あとはちょっとコンパスができるのを待つか。7000円まで貯まってきたね。いやまた6000円に減ってきたよ。いや収支のバランスは悪くないんだけどな。もうちょっと時間が経つのを待つか。そうすると板材の輸出が半分くらい終わってるね。で残り88ヶ月か。多分長いようで短いんだろうな、この88ヶ月っていうのも。
7300円送られてきましたと。情報収集を行った結果、アメリカが近々禁酒法を施行することが分かったわ。酒の密輸が盛んになる、大儲けのチャンス。ラム酒製造所一つ所有、国庫に1万円。ラム酒製造所っていくらで作れんの？どこにある？そもそもあった。11,000円。え、マジでタダで作れるようなもの？まあいっか、11,000円。ちょっと若干金がなくなるけど、マイナスになりそうな気はするけど、ラム酒製造所を作っておくか。じゃあここら辺にやっとく。これだな、緑になってると大丈夫。うわー、そう、借金するとね、社会情勢に不満を持たれるからね。軍を派遣しよう。またかなり高圧的だな。プレジデント、綿密な調査の結果、我々はコンパスを発見しました。早速船長に貸し与えておきましたので、今後は匂いだけを頼りに航海する必要はなくなりますし、より大きくて高性能な船も操れるようになります。よしよしよし。ドライドックがアンロックされ、島の未踏領域が消滅しました。これでもう全てどこでも行ける。これ何？防気サイトも欲しいんだよね。防気サイトもあった。ここまでか。ここまで伸ばさないとダメか。港まで遠いからな。軍隊が鎮圧しに行ってる。ひどい。まあ俺が命令したんだけどさ。いや、お金使いたくないよ。だって弊社もさ、やらないといけないし。1万5000円になったね。ちょっと弊社1個建てよう。歩兵部隊、ここに1個置きましょう。弊社ができれば多分進行開始がまた伸びるんで。妨害工作の1万円も高いんだよな。支持率これで 50% か。アパートがまだ足りてないの。ここら辺にさ、アパート作るとどうなんの？機能するのかな。アパートが足りないって言ってるからね。人がどんどん来てるからな。2000円か。アパート作るか。これに1個作ってみる。まあ、別に道路に面してなくても良さそうだからね。いいや、作っちゃおう。次の曲は私の元を去って軍隊に入ったレイジーに捧げるわ。なんでも私より軍隊の方が扱いが優しいとか。どんだけだよ。そんな理由だったかな。確かあの時はいろいろごめんね、レイジー。もうペヌルティーも将軍がまた敵の進行を遅らせるための作戦を思いつかれました。どうやら我々の敵をすべて酔いつぶれさせてしまおうという考えのようです。正直に申して愚か者の投与し続けるのか分かりません。馬鹿げたアイディアを採用されるつもりはないですよね。いや、だってラム酒さ、5000ユニットさ輸出すると進行18ヶ月遅れるんでしょ。これやるよ。ラム酒ってどこに作ったっけ。巨大な波が我々の島に押し寄せようとしています。マジか。おお、これまたさ潰れる。金ないよ。これやばくないか。これ国家の危機だよ。これどうにか生き延びましたな、プレジデント。あの巨大な水の壁を見たときはもうダメかと思いましたが。損傷全開。いや、めちゃくちゃ全開したな。救済支援として7100円。マジかよ。これ全部立て直すといくら。全て再建1944。安い。意外に安かった。雨降ってる。禁酒法が施行されたわ。今こそ違法の酒を市場に投入する時よ。こいつ過激だね。犯罪が増加し諸外国との関係も悪化するかもしれないけど、儲けは莫大。ラム酒1万ユニット、価格が 20% 増加、報酬2万円。有効度、連合国の有効度-20。島のマフィアが増加とか、ちょっとやだな。これ金のためにっていう感じだよね。どうする？やる？黄金の液体、ラム酒、まあ一応やろう。金のために全てやろう。これはなんだっけ？この建物は。なんということだ。まさかこんな事態になるとは。反体制派か。抑えられんだろう、多分。支持率がだいぶ下がってんね、ただ。
もう無理やり鎮圧するしかない。戦車も出てるからね。この軍事国家で反乱を起こそうとは。え、これ何、これ、このマーク、え、排水、あ、そういうこと。ちょっと待って、どうすればいいんだ。さっきの排水みたいなのやりたいんだけど。うおー、あとはここら辺作成中か。これもやんなきゃダメだ、金がかかる、マジで。え、これは何、ラム酒、あ、砂糖がないんだ、砂糖が。砂糖を1個作るか。そうするとこれなんだっけ、バナナだ、これ砂糖にしよう。作物変更、砂糖、よし、 OK。 ココアの取引が完了した。やばい、ココアはうちの主力だったからな。そうするとコーヒーにする、今度。あ、ダメだ、70必要だ、防気サイトも無理だしな。鋼的なやつ、これめっちゃくちゃ高いよね。生地は、生地って確かさ、なんか必要なんだよな。ちょっと今時間止めてるから、生地工場、繊維工場か、生地を、ウールと綿が必要なんだよ、ウールと綿が。でしかもこれ自体も9500円かかるから、今あるやつでなんとかするしかないよ、やっぱり。肉か、もう肉に全てを割こう。とにかく肉を輸出する。コーヒーは無理だもんね、防気サイトもな。いや、足りないわ、全然足りない。そして支持率がまた下がってる。今度レストランがないってか。レストランね、まあ、食べるところは確かに必要だからな。作ってあげるか、レストラン。安っ、800円で作れる、よし。でこれは多分面してなくていいと思うんだよね、こういうところに置いちゃっていいと思うんだけど、どうかな。ここがちょうど空いてるか。じゃあここに作ろう。レストランの向き、こうか。こことかね、本当はつなげたかった気もするけど。砂糖よ、砂糖。砂糖をちょっと上げるか、じゃあ。4000円。高いな、4000円は高い。ラム酒がまだ動いてないね。あ、動き始めた。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。ここの軍隊って今どうなってんだっけ。特殊訓練は現代でアンロックか。管理者、特にいないよな。ここら辺になんか管理者置きたい気もするんだけどな。経営者、そういう感じじゃないか。着服家が多いな。ここには。私の父がよく言っていました、無知は私福だと。アイデアというものは常に自然に湧き出すものではありません。リラックスした長期休暇を取らせてあげてはいかがですかな。戻ってきた際にはきっと役立つアイデアを思いつかれてるはずです。本当？じゃあ休暇してあげよう。陸軍基地はちょっとね無理だから、セレブリティの人に行かせよう。役割ないからね、あいつ。あと67ヶ月か。やっぱりきつい。お金がたまらないからね、弊社も作れないんだよ今の状況。ラム酒の2万円が入ればな、治安は悪化するかもしれないけど金は増えるからな。その時のためになんか警察でも立てておく。ちょっと警察いくら。4000円か。警察署は、あ、これも道路に面してなきゃダメだね。マジか。警察署はね、こちら辺に建てる。そうすると、まあいいや、ちょっともう少し置いとくか。まずは弊社だな、弊社。これは多分あれね、魚を多分取り尽くしてんだよ。魚が復活するまでね、ちょっと待たないといけない。戦場での死者を減らす方法を発見しました。一番能力が低くて役立たずの兵士にきらびやかな衣装を着せて軍の先頭に立たせるのです。
こうすることでそうした者たちのプライドを満足させつつ同時に軍から排除できるというわけです。軍事施設の管理者スキルがアンロックされました。どういうこと？軍事施設の管理者スキル、将軍がいる、将軍を配置しよう。もう一個のこっちだな。ここに将軍を一人配置しよう。ちょ待ってこうやってこうよ。あとってこいつさ、すげえあれだよね、農民臭いよね。あとはじゃあここの軍事施設に、管理者として将軍を配置させますか。よし、9000円になったから、じゃあちょっともう一個兵舎を作ろう。無機的なのはこんな感じかな。昨年は5人が飢えにより命を落としました。そんなに食料足りてない？マジで？もう一個作っとく、農園。マジか。農園、牧場どっちがいい？肉作っとく？牛にしとく？なんか超ショックなんだけど。そんなに環境悪いか？ここ。だいぶでもなんか黄色ばっかりだな。なるべく緑のとこに置きたいけど、そうするとめちゃくちゃ離れないとダメだね。まあ一家のびのびと作ってもらうか。ここら辺でじゃあ。ここもまだなんか黄色いよね。ここら辺まで行かないとちょっと緑くなんないかな。牛はじゃあちょっとやめよう。牛はやめて農園にしよう。トウモロコシとかにする。うわ、トウモロコシとかもどういう地形がいいの。こっちら辺の方がいいのか。ここら辺が若干あれだね、まあ、黄色くなってるけど、まあ、建設業者から離れすぎていますっていうのはまあわかるんだけど、ここに作るよ。じゃあ多分道路置けるはずだから、ここに道路を敷いて、で運送業者を1個ここに置くか。こんな感じで、よし。もうとにかくラム酒の2万円ができてくれれば、金は潤う、まず金は。まさか飢えて死ぬ人がいるとは。いや、独裁者とはいえね、やっぱり住民の健康とかそういうとこにはね気を使わないと。もう少し宮殿の上も発展させていく、道路を作っていこう。ここから道路を作れるはず、上に伸ばしていこう。でここも道路を伸ばしていこう。よし、この区画にまた農業を発展させるか。またでもそんなに俺の政治ダメ？そんなに不満がありますか？どこだ？でもここか。結構宮殿近くに送ってんね。軍を派遣しよう。直接鎮圧する。もう俺の指示に従わないやつはいらん。粛清する。私ミカミックスが粛清しようというのだよ。やばい、支持率が悪いね。支持率が悪い。ラム酒が5000がそろそろ終わりそうといえば終わりそうなんだよな。1万円貯まった。よし、ラム酒5000が終わったね。ラム酒5000が終わるぞ。なんだっけ。ご褒美がなんだかわからん。ご褒美がなんだかわからんけど、ドライドックをね一つね作っておきたいんだよね。あれね結構いいんで。よしよしよし、連合国から金が送られてきた。連合国から金が送られてきた瞬間にその金を使うからね。どうしようかな。ドライドックってどこにあるんだっけ。高校とかも作んないといけないんだよな、ドライドック。
全ての交易船の速度が上昇する一箇所のみ建設可能。これやりたいよね。あれ灯台とかって作った？作ってないか。灯台安いね。交易オファー追加で発生する。交易オファー重要だけどな。まいやまだこっちだな。8000円もするけど、ちょ金ごときに作っとこう。これこっち側とかに作れないのかな。トライトック、うわ幅がねえわ幅が。でどういう向き、これこういう向きでいいんだよね。どこに作ればいいの。これ海岸に配置する必要がありますっていうさ、これがマジでわかんない。いやここに、今なんかできた。あここここに作れてるけどさ、建設業者と離れすぎています。いやわかるよそれ、言いたいことはわかるけど、いいや作ろう。道路につなげるか。でどういうふうにつなげればいいの。こんな感じでつなげればいいのかな。はい OK。 攻撃速度が上がってくれればね。また確か来てんな。どうやらもうすぐ世界大戦が始まるようです。マジか。我々も戦いに備えましょう。弊社を2つ所有する。弊社なんて2つ持ってるよね俺だって。世界陰謀議会はいつものごとく会合を開き、世界大戦を始めるための生贄を決定したようです。フランツ・フェイナルトの暗殺を行うご家族を選択してください。え、マジで一族から暗殺者を派遣する。関与しない軍国主義者の支持度が20低下。え、どういうこと、どっちがいいの。いや暗殺者を派遣しよう。これはちょっと汚れ役だからな、着服課に任せるかお前普段着服してるんだからこういう汚れ仕事やれよ。でドライトックができて攻撃速度が上がればもうちょっと輸出のスピードも上がるってことだよね。なんということだ。まさかこんな時代にレジデンテ、こいつらはマジで鎮圧する。あっちか。え、何ここで暴動が起きてんの。いや結構な数だね。どこ行ってる。鉱山、鉱山がターゲットか。あとこれがまたできるようになった。あれ社会主義ももうあれ税関、光物、会計学。どれがいい。税関から作ってくる。光物はちょっとな、金がないからね。金が、宝石工場、やばいやばいやばい、早く軍隊行け。潰される、潰される前に。プレジデンテ、これは言うなればトロピコの危機です。潰された、潰されたね。遅かったか。これどうすればいいの。再建しようひどい。こっちら辺にも軍隊を一つ置いといた方が良かったんだな。ってかさ、ここの軍隊行くのが遅いんだよ。もう あと弊社を一つ欲しい。64ヶ月後に進行が来る。どん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 輸出をしてくれ。ラム酒1万かな、できればな。っていうかまた国民の幸福度的なのが下がっている。フェルディナント大公がセルビアに向かおうとしています。暗殺者志望の者たちにとっては格好のターゲットでしょう。目的、代表団を連合国または枢軸国に派遣する大使館が必要です。代表団って何、どういうこと。喜ばしい知らせです。2年間の休暇から戻ってきましたと。スイス銀行はいらない。建築計画、住居から建築物を2個無料で建設可能。これいいね。30人の移民が島に、いやこれはな、住居作ろう。ちょっと待って、これ一回時を止めて。まあ何が高いって言ったら高級住宅とかいるか。もうとにかく人だよ、人を住ませよう。アパートを空いてるところに作ろう。こういうところは勝手に住んでくれるはずだから。よし、ここに1個作って、でもう1個無料でいけるよね。ここに、もう1個アパート作ろう。どういう向きがいいかなこういう向きにしとく適当にこれにしとくか。はい OK。 よし、
これで住む場所についてはもうだいぶ網羅されてるはずだからな。1万円貯まったからちょっと兵舎1個作ろう。最後の3つ目の兵舎、これはじゃあこっちにしよう、ここにしよう。ここって作れるんだっけ。あ、ここ作れるね。よし、ここに作るか。こっちに建設業者をもう1個作っておいた方がいいような気がする。あとな、足りてないやつも調べよう。医療不足による死者が62名、まだいるの？失業者はいなくなったね。仕事の空きは12か。ホームレスの家族も結構多いな。支持率はもう何が悪いんだ。1個大使館作ろう。連合国用の大使館を1つ作ろう。大使館いくら？3600円。まあそれなりだけど、ここでいっか。大使館の向きはこうだね。ほい。で、代表団を派遣しよう。これをまず建設してからこっちを建設するのかな。いやー、金がなくなる。また金がマイナスになった。輸出しろ輸出。お、金が振り込まれた。よしよしよし。てか、あと58ヶ月だ。弊社ができればただ伸びるから。バナナ取引が完了した。マジか。あと何がある。今肉に全てをやってんのか。ココア、あ、ココアいけそうだな。ちょっと肉を2つ減らそう。肉を2つ減らして、ココアを輸出しよう。で、ココア畑をまた作んないといけないから。あ、でも大丈夫か。ココア畑は2つあるね。砂糖と酒。よし、これでいこう。ドライドックね。これね、実はね、造船所2万円でね、港1つにつき交易船を1隻追加できるようになるっていうのがあるんだよ。そうすると簡単に言うと船が倍になるんだよね。え、肉の取引も終わった肉の取引も終わっちゃったの。じゃあもうココアで行くしかないじゃん。ココアに全てココアを輸出しまくる。ヨーロッパの方で大きな動きがあるようですな。なんでもコードネーム全面戦争とかいう計画が遂行中らしく、両陣営が我が国に援助を求めてきております。今回の舞台となるヒンデンブルク戦の戦いには非常に重要な戦いであり、いずれ教科書にも載るでしょう。連合国とちょっと、あ、でも数軸国低いっちゃ低いからね。これ多分あれなんだよね、別に下がんないから数軸国にやっとく。誰か行かせないとダメなの。セレブリティ行け、セレブリティ。セレブリティが戦争に参加して大丈夫なのか。なんということだ、まさかこんな時代。まさかよ。どこよ今度は。いや、ここか。ここはもう楽勝よ。うちの軍隊全員で攻めれば怖くない。戦車部隊もいるからねすんげえ来てんな無駄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 。あと53ヶ月か。そのうちにいろいろと体制を整えておかないとな。賃金レベルは中流だからまあ大丈夫か。近代兵器ももう導入してるもんね。兵舎よ兵舎。兵舎どうなってるっけ。特殊訓練はできないか。あ、金がめっちゃ増えてる。よし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 。金増えたね。金増えてるよ。これちょっとやろう。輸出品の量が 50%、 25,000円。これまずこれやるでしょ。で、まだ1万4000円。これもやろう。よし、ドライドックが完璧になった。もうめちゃくちゃ輸出しよう。これっていうかね、光物を研究すればもう金をね輸入して、それを材料に宝石的なものをね輸出することができるんだけど、まずはとりあえずココアに全て全て船団を任せよう。本当にこんなんでいいの
ってる船がありません。船団こんなに割り当ててもさ、機能しないんじゃないかってちょっと思うんだけどね。トウモロコシってあったよね、どっかトウモロコシ畑なかったっけ。トウモロコシ作ろうぜみたいなことを言ってたから、あ、これだ、これ運送業者、どこだっけ、ここか。プレジデンテ、残念ながら我々の研究は失敗に終わりました。しかしちょっと費用を上乗せしていただければある程度の成果は出るかもしれません。なーに、たったの 20% アップでいいんです。そうすればワイルに関する素晴らしい技術をお教えいたしますよ。さらに 5% アップしていただければワイルの手引き書を作成して特別に訓練した連中に配っておきます。そうすればこの島を訪れる外国人連中に対してその技術を駆使できるようになるでしょう。税関がアンロックされましたと。まあ、ちょっと待ってね、トウモロコシ輸出しよう。これも4隻割り当てよ。とりあえず我々の勇敢な兵士たちは常に独裁政治と戦い、いや独裁政治を守るために戦っているんでしたっけ。生地を1万ユニット輸出する、まあ、とりあえずやるか。あ、そうか、あの2万円が手に入ったからか。その代わり多分治安がすっげー悪くなってると思うんだけどね警察立てよう。これは警察立てよう。ドライドックとかも作っちゃったけど、まあ、5000円。この赤いところがね、治安がね悪いんですよ。赤いところが、だからね、赤いところに建てればいいんですけど、空きがないんだよね。空きがないから、もうちょっとここら辺に置くしかないわ。この向きか。いや、ここまで行けるか。バラックがあるから、バラックは潰そう。ここに警察署置こう。そしてまた金がなくなった。またでも軍隊上げしよう。住民の幸福度がめちゃくちゃ落ちてるね。やっぱり農作物が少ないのかな。ここら辺にもう一個農作物作る。数軸国からトロピコに、あ、そうそうそう、これちょっとやろうよ。プレジデンテ、来年は選挙の年です。選挙、この機会にトロピコの民は、待って、やばくね、選挙、永遠の愛と忠誠を表現するでしょう。まあ多少は違う表現をする者もいるかもしれませんが、あ、それもいわゆる照れ隠しのようなものです。ちょっと待って、選挙でもやらないとどうなんのこれ。これさ、またゲームオーバーになるよ。ちょっと待って、選挙行おう。でも一応俺で、ちょっと待って、今のパーセンテージはやばいから、代表団にしよう。同盟国の外交官がヨーロッパで大規模な戦争が進行中であることを得意そうに私に教えてきましたよ。我々のことを世界の情勢に無知な未開人か何かと勘違いしているようですな。報酬は弾む、缶詰工場を新設する。フランツ・フェルディナント大公が暗殺されたことにより戦争が勃発しました。大戦争になることを願いましょう。将校の技術も結構欲しいけど、金が欲しいね。今は金にしよう。よし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 、ちょっと待って、一回止めよう。これ時を止めて、この1万8000円を大事に使わないと。トウモロコシ、トウモロコシ欲しがってんのみんな。まあいっか、じゃあちょっとトウモロコシ輸出してるからね。あんまりここら辺のあれ生産能力が良くないけど、一個ここに作ろう。で建設業者と運送業者をこちら辺に1個作りたいから、道路を伸ばして、ここら辺まで伸ばして、でかつ建設業者と、建設業者ここに置いとくか、運送業者これを1つずつ置きましょう。で建設業者即立てしよう。1000円でいけるから。オッケー。であと町の治安的なものもなんとかしたいんだよね。予算を割くか、警察署には。消防隊、無線システムとかね、 47% まで上がってきてるな。でそうそうそう、支持率が上がるまでにね、ちょっとやっぱり時間がかかるから、早めに何かを作っておこう。娯楽施設、福祉とメディアか、教会、診療所、新聞社、食料雑貨店、礼拝堂、こ
これ1個作っとく。これも道路に面してないといけないわけね。ここら辺がだいぶ詰まってるんだよな。じゃあここでいいか。ここ1つ道路伸ばしたいんだよな。1個開けとこう、道を。で礼拝堂か。礼拝堂も安いね。礼拝堂ちょっと作るか。じゃあ礼拝堂はどこに置いても良さそうな感じだけど、幅がない。もう幅が結構でかいね、礼拝堂。しかもで人が増えてるからやっぱりあれか、住宅関係少し増やそう。簡易住宅1000円。この隙間のところにべちょべちょべちょって置いとこう。1個、2個、3個、4個。よし、これでいい。これで支持率もアップするはずだ。建設物が多いけど、建設業者が頑張ってくれればなんとかなるはずだ。残り9ヶ月。これさ、またさ、ゲームオーバーになったらさ、また進まないと。進まないとっていうか、じゃあここまでやったところで終わりにしますみたいな。先へ全く進まない。 46% まで下がっている。家はできたかな。家はまだできてないか。あと8ヶ月だからな。これほんと難しい。マジでむずい。何がいけないだって。缶詰工場なんて作ってる暇ないよ今。あと半年。とりあえず雑貨店はできたから。暴動が起こってるってことはやっぱりみんな不満を持ってるってことだからね。残り5ヶ月よ。ここら辺に町は、町っていうか住居はできたから、あとはみんながその効果を実感してくれればいいはず。ロシアで共産主義者による大規模の革命が起き、この共産主義者って何？残念なことです。これで彼らはこれ以上革命を行うことができなくなってしまったのですから。とにかく金が必要だね、マジで。いや全然支持率上がんないわ何がいけない。あと3ヶ月だよ。新聞社とかそういうのが必要。新聞社だって建てたでしょ。やっぱ医療施設がないのか。もう一個医療施設建てる。こう空いてるところ、ここら辺空いてんな。ここに一個診療所建てるか。じゃあべちょっと。もう3ヶ月しかないけどさ、あと選挙まで。いやこれはまたやばい。選挙で 3% くらいは操作できんだっけ。でも 47% だったらどうにかなるかな。残り2ヶ月。とりあえず診療所が完成した。完成したね。よしよしよし。我々は選挙の結果をある程度操作どうする。 50% まで上がった。でも厳密に言うとこれは違法行為ですが、多少調整されます。やろう。これはやるしかない。で何気にあと34ヶ月で攻め込んでくるな。いやこれはでも大丈夫でしょう、操作すれば。選挙の結果が出ました。あなたの勝利です、プレジデンテ。これも我々の採用した。よしよしよし。いや 49% に下がってる。まさかこんな時代。もうこいつら何なんだよ。げすげえいっぱいいる。4部隊いる。ただうちの軍隊も結構あるからな。ほら鎮圧する。この国の自由が過去最低レベルに落ちているってみんな不満を言ってるみたい。何、自由がないの？でも違うの。みんな自分で自分を縛っているのよ。自分の心を解放できるのは。少し上にあれだな。街を発展させよう。ここら辺がごちゃごちゃしすぎてるんだ。自分を解放しているかって。簡単よ。ビーチでお酒を飲めばいいの。ビーチでお酒を飲めばいい。そういうこと。ちょっと待ってね。大使館、これアパートだ。大使館で、ちょっと待って、一回時を止めよう。大使館で、枢軸国は称賛しておこう。1年に1回多分アクション起こせんだよね。ここはまだか。次の
外交アクション。てか連合国との友好度がすげえ起こってきてんな。その分中立国とも両方、まあ、どっちつかずっていう感じだからいいのかな。ボーキサイトってまだ輸出できんの？これ変わっちゃうからね。木材はもう終わったからいらないっちゃいらないんだけどな。この鋼高いね。鋼ってどうやって作るの？まず鋼を作る工場を建設しないといけないんだけど、これは製鉄所みたいなやつか。7000円。鉄と石炭、鉄と石炭はあるはず。石炭はまだ残量はあるね。鉄はここだよな。よし、これ鋼工場みたいなの作ろう。どっちから作ればいい？持ってこないといけないからね。運送業者がここにあるか。あ、どっちも運送業者作ったのか。ってことは真ん中あたりに工場を作った方が無難だな。しまったな。ここら辺道路、あ、つながってるか。ここがつながってるか。港はな、でももう一つ増やしたい気がするからな。ここに1個工場作ってみる。7000円するけど1万1000円か。待ってよ、先にこの鉄の輸出を、いやでも待ってよ、4000円か。生地、いや無理か、他のは無理なんだもんね。いや高いね、これ高い。よし、これ1個割り当てよう。ココアじゃなくてトウモロコシを2つくらい排除して、これにして、で製鉄所を1個作ろう。ここはなんとなく1個マス目開けときたい気がするからな。いや2つ開けとこう、道路のために。意味あるかって言われたら謎なんだけど。いやでもさ、これ畑潰してさ道路送れんの？畑を潰してさ、こっからさ道路をさこう持ってくるっていうの、これここはつなげらんないでしょ多分。いやこれは無理だよね。いや無理だよ、オブジェクトが進行邪魔してる。本当だったらこういう風につなげたい、こういう風につなげたいんだけど無理なんだ。あ、ここに作るか。じゃあここに作ろう。製鉄、製鋼所っていうの？製鉄所？製鋼所か、これは。いや、こういうとこに置いてもな、畑が潰れちゃうからな。こういう向きにしとくか。よし、ここに1個作ろう。どうだ？トウモロコシの輸出なんて、そうするとさ、1ユニットでいいよね。1ユニットっていうか、1千段だけでいいと思うんだよね。これをどんどん輸出していこう。即作るのは無理だから、今頃になってさ支持率が上がってきてるんだけど1年くらいかかんない、あと28ヶ月。ちょっとやばいな、金がすげえ減ってる。っていうか支出のあれを全然見てなかった。3万3000円のマイナスなんだけど。いやでも製鉄所が稼働すれば大丈夫なはず。あと27ヶ月、2年くらいか。分かったよ、もう。でも銀行がアンロック、あ、ちょっと待ってね、進行が開始されるからちょっと布告をしておこう。ちょっと待ってね、どれだ。軍事訓練やろう。いくら軍事訓練って、ちょっと待って。いや全然金がないんだけどあれちょっと待って、今どこでやったっけ。あ、これか、軍事訓練。3000円か。いややろう。うお、金のマイナスが半端ない。これどうするよ。こいつらマジ何なんだよ、どこにいるんだ。プレジデント、私は地震か今度は。あなたも、あ、いえ、みんなが震え。待て、これは厳しいぞ。うわー、潰されていく。死亡した住民10、結構出たね。前回が多すぎるんだよ。9400円送られてきたけどさ。
まあ、ちょっとまずは全部再建させよう。今日はみんなに話したいことがあるの。私最近彼とひどい別れ方しちゃった。こいつ彼多くないか。最初は結構うまくいってたんだけど、残り2年間の間になんとか全ての建物を再建してもらいたい。ここら辺が、これは言うなればトロピコの危機です。すぐさま対応するべきでしょう。ちょっと待って、不満があるの。支持率はだいぶ戻してるけどな。修復数は全て修復。残り2年を切った。金はちょっと持ち直したね。あれ、こいつ稼働してない。作業者、あ、来た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 、できたばっかりだったからか。よし、少し賃金レベル上げよう。生じる環境汚染が 30% 増加。結構やだな。割り当てられてない交易ルートなんてある？いや、鋼を輸出してくれれば大丈夫なはずだ。生地の生産はもう間に合ってない。缶詰工場も無理だ。ロシアで共産主義者による大規模な革命が起き、これはいいわ。同盟国の外交官がヨーロッパで大規模な戦争が進行中であることを、あ、金がもらえたか。我々の組織の協力者、これやっときたいね。1万円またマイナスになってる。ちょっととにかく輸出しろ。鋼を輸出しろ。残り1年ちょっと。その間に1万円貯まるか。1万円貯まればちょっと妨害工作やろう。よしよし、どんどん輸出されていく。いいねいいね。たださ、どうなの。めちゃくちゃマイナスなんだけど。何がそんなに圧迫してる。支出汚職の7000円とかでかすぎだろこれ。これってこのままさ、ほっとくとさ、金がどんどん減っていくってこと？いや待ってよ待ってよ、これがどんどん輸出されればさ、稼働状態どうなのよ。撃っとってみんのこれ、貨物船とか。ココアココア、鋼を輸出していった。また連合国から金をもらわないとね。賞賛はできない。これもさ、ちょいちょい見ていかないとね。缶詰工場ってだっていくらよ。缶詰が作れないからね。作ったとしても缶詰工場、缶詰工場電力を必要とします。そういうことか。先にじゃああれを作んないとダメじゃん。電気のインフラか。それは発電所。いくら発電所って。電気の研究を行う必要があります。全然ダメじゃん。缶詰工場なんて作れんわ。じゃあまたマイナスになってよ。こうマイナスとプラスをずっと行き来してるな。ただ国民の支持率は上がってるね。いや金がめちゃくちゃない。製鉄所稼働率悪い？どうなってる？いやみんないるしね。効果110あるしね。あ、また金が増えた。これは連合国から金をもらったのかな。今の状況だとただマイナスになるだけなんだよね。あと9ヶ月だし、すげえマイナスになってるからな。数十国からさ金が送られてきたってもさ、一瞬にしても金が減ってってる。待って待って待って、マジで何がいけない。支出の内訳的なのが見れないんだよな。人口増減とかはまあいいとして、いや分からんな。こっから先にあれが見れないのか。どれをどうすればいいんだ。多分建物のね、管理費が結構かかってるんだよね。この予算が44とかになってるじゃないですか。だからこれの積み重ねなんだよね多分。あと7ヶ月。
プレジデンテ、我々の研究にピッカピカの進展が、いや、つまりこれまでのデータをピッカピカに磨いた結果、そのデータが示したのがこれまたピッカピカでありまして、つまり我々の目標である、まあ、とりあえず宝石工場がアンロックされましたと。で、これもちょっと、じゃあ先へ進むか。あれ電気ってさ、どっから研究すんの？ここら辺全部研究してあるよね。だってあれ研究してない、電気研究してねえじゃねえかよ。先へどんどん進んでいっちゃったんだな。まあいっか。また支持率も下がってきたしな。これこのままさ置いておいてもさ、自利品なんだよね。攻撃をどうする、やっぱり鋼を増やすか。ココアはでも悪くないからね。この2隻も全部鋼の輸出に回そう。そんなに鋼って取れてる？要は取れないといけないからね。効果60、なんちゃらプラント、作業が3人増加しか、効果30、いいね、これちょっとやろう。で、ここに全ての予算を突っ込もう。おら、いけ。で、ここも予算を突っ込もう。仕事の質が10低下するか、効果が20、いいや、よし、OK。もうとにかく鋼を、鋼を輸出しまくれ。それでしか。俺たちに生きる道はない。残り2ヶ月で進行してくる。結局1万円を貯めることができなかった。勝てるか、軍事施設。将軍は置いてるけどね。デモとかいいよ。もう新世界飛行の力を持ってしてもこれ以上の時間稼ぎはできません。すぐにイスラロホの軍隊が攻撃してくるでしょう。よし来い。結構いるね、戦車部隊まで来てんじゃん。いや、なんかすげえ勝てなさそう。こっちの戦車部隊とかどうなってんの、やられてんじゃん。いや、どうだこれ。いや、こっちの部隊は撃破したね。でもあとは包囲してるからね。ほら、アドリアーナと共に侵略者の撃退に成功したようだな。勝った。君たちが良い関係を築けているようで何よりだ。君は今一度自らが組織にふさわしい人材であることを証明した。君なら必ず乗り越えてくれると信じていたよ。君とアドリアーナの前には輝かしい未来が待っている。私には分かるのだ。 OK。 いや、最後の方マジカツカツだからね。これでさ一番難易度低いからね。いやー、とりあえずなんとかなった。ズワイシュタン、スイス銀行の個人口座に大金を集めろ。このスイス銀行って自分の口座なんですけど、これってね、全部連動してるんで、多分ね、別のミッションでね、スイス口座に金を集めれば大丈夫なような気がするんですけど、まあちょっとあれですね、それは次回やっていきましょう。というところで、まあめっちゃきつかったですけど、なんとかクリアすることができました。なので次回は、ミッションズワイシュタインに進んでいきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。